ラグビーワールドカップ会場紹介、東京スタジアム。皆さん、ブルーです。2019年9月開幕、ラグビーワールドカップへ、今日は東京スタジアムをご紹介しましょう。東京スタジアムイコール味の素スタジアム。でも、ネーミングライツをラグビーワールドカップの時に使うかは決まってないんだって。東京スタジアムって、荒川区にあったロッテのホーム球場や、武蔵野市にあった5万人入る球場も同じ名前だったんだよ。紹介するのはもちろん調布にあるスタジアム。これは昭和38年の甲州街道烏山付近からの空撮。東京オリンピックマラソンの折り返し点だったんだね。これは甲州街道を走るアベベ選手。一番左だよ。てーか、調布は鬼太郎の町。水木しげる先生が50年近く住んでいたんだって。ミニバスもこんな感じ。特別住民票だって持ってるんだよ。てーか、ブルー的に調布といえば中畑清さん、初代調布市宣伝本部長なんだよ。てーか、ブルー的にその2、この間行った調布駅が地下になっててびっくらこいたよ。どうやって電車入れたんでしょう。一晩中寝られなくなっちゃう。てか